はどんなところが優勝に結びついたんでしょうか。そうですね、まず非常に個性があるということですね。そして5種目すべてに平均した力を持っているというところが強みですね。はい、苦手がないということですね。はい、ではオナーダンスですけれども、これは優勝者の模範演技ですね。そうですね、特に違うところは、競技の時と違って優勝した後の踊りですから、非常にリラックスしておりますし、気持ちは非常に、なんていうんですか、もう嬉しくてね、もうしょうがないでしょう。おそらくこれだけの踊りを予選のうちからですね、はい、予選の第1曲目から決勝の最後の曲まで、こういう素晴らしいルンバでね、ルンバとかサンバとかパソで踊ったら、世界へ出てってももっともっとね、素晴らしい成果を収めるんじゃないかと思います。おそらく自分の今まで踊ってきた生涯の中じゃ最高の踊りじゃないですか。素晴らしいですね、こうして見ていても。何しろ初優勝で、そうですね、初めてのオナーダンスというわけですね。そうですね、顔も表情もゆったりしてますしね、音楽もいっぱいいっぱい撮ってますしね、気分がいいと何でもできちゃうんですよね。